2023年3月3日、アメリカ政府がウクライナに対する4億ドル約544億円の軍事支援を追加することを発表したよ。高機動ロケット砲システムハイマース用の長射程ロケット弾及び 155mm 榴弾砲弾と 105mm 榴弾砲弾に、歩兵戦闘車 M2 ブラッドレイの 25mm 機関砲弾など、ウクライナ側が不足を訴えている弾薬を中心に供与されるみたいだね。いくら士気が高くても兵器がないと戦えないもんね。みんな少しでも早く戦いを終わらせたい一心だろうし。そうだね。さて今回は、アメリカが発表したウクライナへの追加支援について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これら砲弾については、西側諸国から供与される新型戦車などの戦闘車両の操縦訓練が終わり、配備される4月以降に開始されるのではないかと見られているウクライナ軍の大反攻に備えて、ウクライナへの輸送を迅速に行うとされていて、ブリンケン国務長官は、ロシアがウクライナから撤退して戦争が終結するまで、アメリカはウクライナと団結してロシアに立ち向かう。とした上で必要があればさらにウクライナ軍の軍備を強化していくと強調したよ。ウクライナ軍において弾薬が不足していることはウクライナのレズニコフ国防相が3月8日。ウクライナ軍が春に反攻を開始するためには可及的速やかに100万発の榴弾砲弾が必要だと述べて、スウェーデンの首都ストックホルムで開催予定の欧州連合 EU 国防相会合に向けて供与を要求しているみたい。レズニコフ国防相によればウクライナ軍では、ロシア軍に対抗するためには1ヶ月あたり、9万から10万発の榴弾砲弾を必要としているとされ、同国防省は、ウクライナが今一番欲しいものは、ロシア軍の巡航ミサイルによる無差別攻撃を阻止する防空システムと、とにかく弾薬である。として、アメリカだけでなく EU においても榴弾砲弾などの弾薬の提供が速やかに実施されることを切望しているね。その中で今回初めて、塹壕や水路などを渡る際に短時間に、架橋することができる架橋戦車が含まれていることが明らかにされたってわけだね。この架橋戦車とは、戦車の車体が利用されその上に折りたたまれた橋梁を乗せて運搬する車両で、橋のかかっていない幅の短い水路や深い塹壕が掘られた箇所など、必要に応じて搭載している橋梁を設置して戦闘車両を渡す能力を有する軍用車両のことを指していて戦車橋とも呼ばれているよ。架橋戦車に搭載されている折りたたみ式の橋梁は、通常は所属する軍の主力戦車の重量に耐えて通行できる設計となっているんだ。また、ベースとなる車体は現行の主力戦車の車体を流用して改造している場合が多く、その理由としては走行の際の操縦方法が共通となって訓練を実施しやすいことと、戦車と共同の車体を使うことにより戦地などにおいてメンテナンスや修理のための部品を共有できることなどが挙げられているよ。戦場において橋梁を設置する作業は公平の任務として、少し前まではトラックによって橋梁の機材や、船橋などを運搬して架橋する方法が主流であったけど、近年では地上部隊の機械化戦車や歩兵戦闘車、兵員輸送装甲車の高速化に伴って、これら重量のある戦闘車両が通行可能な架橋機材を、最前線において迅速に運搬して架橋する必要性が生じたことにより、機械化された機構部隊に追従可能な架橋戦車の開発が各国において行われたね。架橋戦車による架橋方式には様々あって、車体上部に搭載された橋梁用機材を車体前方あるいは後方へ、スライドさせて押し出しながらそのまま対岸へ渡すスライド方式や、荷つに折りたたまれて搭載された架橋を、広げて伸ばしながら対岸へ渡すシザーズ方式の他に、上下に切り離した上で前後のパーツを重ねて、それを滑らせながら合体させるカンチレバー方式や、さらには車体そのものを短い橋梁として利用する方式などもあるよ。アメリカ軍では現在3種類の架橋戦車が運用されていて、古いものでは東西冷戦時代にアメリカ軍のみならず、西側諸国の標準主力戦車とされた M60 パットンの車体を流用して改造され、折りたたみ式シザース式の架橋を展開する M60AVLB があるんだ。しかし、
アメリカ軍の主力戦車が M60 から M1 エイブラムスに代替わりすると、その速度が速く M60 AVLB では追従できなくなったことと、エイブラムスの重量が M60 より増加したため、安全に渡らせることができなくなるなどしたために、エイブラムスの車体を流用して開発された M104 ウルバリン重突撃橋が開発されたね。ウルバリンはエイブラムスと同じ速力、機動性、製山能力、輸送性を持つことで戦場における有用性が高く、さらに戦場の野戦部隊指揮官との連絡を取るために先進の通信設備を備えているが、車両自体には武装が搭載されていないよ。折りたたみ式の架橋は進展された後、架橋地点に落とされ、全部隊が渡った後に最後に本隊が渡って反対側から回収するが、架橋は5分以下で行われ、10分以下で回収可能とされ、搭乗員はそれらのすべての過程において走行に守られた車両内から外に出る必要がないんだ。このようにウルバリンは優秀な架橋戦車であったが価格が高価なことが問題となり、アメリカ軍では465両の調達計画を立てていたにもかかわらず、東西冷戦終結による軍事予算削減の煽りを受けて44両のみの製造にとどまっているよ。しかしながら、M60AVLB が旧式化したにもかかわらず更新ができないことから、ウルバリンと同じエイブラムスの車体をベースに、ウルバリンよりも安価な、M1074 ジョイントアソールトブリッジ JAB 統合突撃橋が開発されたよ。M1074 はエイブラムスの最新型である M1A2 と同じサスペンションが組み込まれ、M1A2 と同等のエンジンアップグレードを行っており、この最新のエイブラムスとの部品共通化によってメンテナンス費用を抑え、かつ性能向上が図られているほか、M1A2 で導入された車体側面の爆発反応走行パッケージ TUSK や、車体底面の増加走行の装着も可能となっていて防御力もアップしているね。搭載されている突撃橋の展開機構はレオナルド DRS 社とイスラエルミリタリーインダストリーズ社との共同開発によるもので、搭載される MLC95 シザーズ式ブリッジは95トンの重さに耐え、幅 18.3 メートルの川や塹壕などを渡すことが可能で、わずか3分で展開可能であるとされているね。ウクライナに対してどの架橋戦車が供与されるかは不明であるが、退役寸前の M60AVLB では、アメリカから供与される新型戦車エイブラムスはもちろん、イギリスのチャレンジャーにやドイツのレオパルトにと共に行動することが難しいだけでなく、そもそもそれらの重量に耐えることができないとされていることからウルバリンか、あるいは M1074 であろうと見られているよ。またアメリカが架橋戦車を何両供与するかも不明であるが、おそらくはメンテナンスなどへの配慮から、14両が供与される M1A2 エイブラムスが配備される予定の部隊に配備されるものと見られ、その数は多くないだろうと見る向きが多いみたい。また、3日のブリンケン国務長官の発表の中には、ウクライナ側が切望している F-16 ファイティングファルコンなどの、戦闘機の提供に関しては触れられていなかったが、アメリカのニュースウィーク誌が3月6日に、NBC ニュースや CNN がアメリカ国内において、ウクライナ軍のパイロットに対して F-16 の操縦訓練が開始されたと報じていることを伝えているよ。それらの報道によると、アリゾナ州の空軍基地においてウクライナ空軍から選抜された2名のパイロットが、F-16 の操縦を習得するまでにどれほどの時間がかかるかの評価を受ける訓練が開始されたらしいね。そして、今後も英語が堪能なウクライナ空軍のパイロットが選抜され、10名程度が訓練を受けることになるとされているが、軍関係者などによればこの訓練は、ウクライナ空軍とアメリカ空軍のパイロット同士のディスカッションと、アメリカ空軍の航空機運用見学であるとされ、F-16 の供与に通じるものではないとしているよ。しかしながら、この訓練については今後アメリカ軍が F-16 の供与を実施する可能性が高いとする見方が広がりつつあり、バイデン大統領やアメリカ政府高官による供与否定はフェイクであるとの見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。